確かに僕らほらやっぱたけさんがこうずっと一緒にいたからプライベートもずっと一緒にいたじゃない。だから、うん、友達っていなくて、そうするとこのグループだけでなんかちょく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 やってるんで、うんうん、いいじゃんそれでも。だから周りから見たらどう思ったんだろう俺らのことっていう。たけさんもだってすごくこのこちょ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 が大好きだったみたい。だから逆に言えば今若手っていうか、まあ、中堅クラスの芸人とかの番組に出て聞くと、たけし軍団はものすごい怖かったっていうイメージ、うん、怖いってなんか何者だかわからないような感じだから、うん、いやそうよ、すれ違っても殿が行けって言ったらさ消火器持って行っちゃうような人たちなんだからそりゃ怖いわよ。いやそりゃ怖いっていうかね、そういう怖さじゃなくてなんかね、そういうなんで怖いってな、普段会えば優しいのにね、うん、俺たち怖い目じゃないけど ね、 そうですね、うん、たけしさんは面白い人だけって言うんで、面白いでも俺らとしたらたけしさんすごい怖い人なんで、うん、なんで俺たちの方が怖いんだろうっていう。なんでだろうね。ねなんか俺らはでもずっと友達いないよな芸能界で。いやー本当に軍団の中でねずっと、いや本当にいないんだよね。そうは言ってもさ、うん、すごいよね本当に。あ尊敬する。あの今回兄さんだってことも分かったけど、うん、あの何にも誰この人と思ったの最初、はい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 、本当にひょろひょろで、はいはいはい、そこらの人なの。なのにそこらの人なのにさ急になんかたけしさんがさすごくこう頼りに、たけしさんが頼りにするようにしちゃってさ、うん、そうなのよ、あの必ず用心棒っていうか、うんうん、そうなんですよ。気持ち開いたわ途中、うん、なんでまたこの人つけると思って、うん、俺からしたらもうなんで毎回俺呼ばれなきゃいけないんだろうとか思ったし、うんうん、そしたらどん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 さあの、まあ、学習能力があるのよ素晴らしいの。そうしてあのいろんなことを吸収するのが早くて、奥様もほらあんなに才女じゃない、はい、そこと結婚できんのみたいな感じ、うん、なんかちょっと褒められベタなんでちょっと恥ずかしいな。あんなさ頭良くてさあんな綺麗な人さ、うん、なんでどうやってそうそう前ね一回これはね、うん、ちゃんと聞いとこうと思ったんだけど、うん、そんな真顔で言われても、まあ、いつも二人でいるとあなんか難しいし、はいはい、すげえラブラブだないつまでもいいなって思ってるよ、うん、だけどそもそもは、うん、5番近いですね。言葉に気をつけたんでね、近い近い今すげえ選んだんだけどずっと言葉しかなかったんで半分合ってますよ。同じ半分じゃねえもん。ナンパナンパじゃないですよ。あの番組で一緒になったんですよ。番組で一緒なんてみんな一緒なんだからさ。いやそれがね、その番組で一緒になったんですよ。たまたまなったら、うん、そのアシスタントやってたんですよ。でアシスタントがもう卒業するって言った時に、じゃあもう送別会やろうってみんなで送別会やって、うん、でその飲んだくれて六本木 でカラオケ行ってっていうのがあって、それがあって、ただ僕がちょうどレースやってたんです車の、うん。車のレースやって車のレースしたらあの車が好きだって話があって、うん、で今度山口でレースやるから来るかって言ったら行きたいですって言うから。でうちの若いやつにチケット飛行機のチケット持って渡してこいって、行かないって言ったらもう捨てていいだそれって言って来たんだ。そしたら来た、一人で来た、一人で、一人でしょ。だって誰が変な親父とか連れてきたら困るって、そうそう、それが恥ずかしいな。あのそれで俳優さんになったのよ。でさ見に行ったら、うん、いい演技してたよ。ああ、びっくりしちゃった。できんだこれ。いやいや、これはちょっとバンバン言ってくださいよと。すごいよね。何でもかんでもね。それでもうどう？社長よ。どうよ。どこまで上がっていくの？うん、もうここまでで、ここまでがもう限界。もういっぱいいっぱいで、もう早く辞めたくてしょうがないもんだって、うん。素晴らしいと思う。いやいやいや。うん、まあ訳あって、うん、みんなで軍団でこう集まって、たけしさんがいた時に、たけしさんが社長はお前やれって言って、うん、俺は高野が年上だから、うん、2つも上なんで、で、うん、昔の先輩だから。武田さんのところでこの自家談判しに行ったの一人で、うんうん、いや僕じゃないです、高が僕はいいと思います、うん、一番こう統率力があるんでって言ったけど、いやいや高はダメだお前がやれって言ったのね、うん、でなってみたら、まあ、なってみたから言ってるわけじゃないけど 2,3 年経ってやり始めてものすごい大変なのよ。すごい大変なんで、やることがいっぱいあって、社長業って大変なんだ、うん、そしたら、あ、殿が言ってることがよく分かって、俺じゃなきゃ多分できないわって自分で思うようになったの。うん、まあ、やっぱみんな演者なんで、プレイヤーなんで、やっぱり自分のことを考えるし、うん、自分が今だったら、僕仕事あるんだったら、じゃあ俺じゃなくてこっちに言ってみたいな感覚ではいるので、うんうん、そうするとみんなが幸せになった方がいいっていう、なんて平和主義っていうの、
ちょっと僕がいい人だなちょっと押し出して泣くとこじゃないのちょっと今いやもうそうそうそう思ってもいないんですよ全然思ったからいやタカはねやっぱりドシッとしてるのすごくね、うん、そうそうそう俺っていうものがあってまあまあそうそうそう、うん、でタレントなんだよやっぱりねそうなのよ、うん、そうでいい意味でねいいタレント、うん、だけどやっぱり社長業となるとやっぱり今言ったように、うん、細々したいろんなことね、うん、そうなの大変なんだもっと俺ズボラの方が良かったなとかすげえ思う、うん、本当にでもこれは性分だしそうそう性分なの学んじゃったんだからねそう、うん、だからもうそこら中行ってうちの事務所入ってうちの事務所入って向いてますよ必ず行って誰も入ってくれないんだけどこんな荒くれ者のなんかクソじじいたちの集まりに老害の事務所に誰も来てくれないよね、うんうん、だからみんな今頑張ってくれてるんで、うんそれなりにね一生懸命頑張ってくれてる何がどうなるか分からないよねそう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 、それで時を経てもう60超えてるって言うんだからそうそう、ねね、こういう話でいいのいやいいんですよ、うん、まあまあクニちゃんといえば、うんまあ、イニシャルトークとかもあったなみたいなのがあるじゃないですか昨今はもうその芸能界でもね SNS とかでまあいろんな話題が出てるじゃない問題とかね、うんこんなことしていいのみたいな、ね、炎上しちゃうからねそれでもうなんか叩き潰すっていうかさ一人の人そうなんか揚げ足取りとか重箱の隅つつくみたいなことばっかしやるでしょなんかね、でも誰かが苦言呈さなきゃいけないのに誰も呈さないっていう状態なんで、うん、でもさ大体さあのダメになっていく人って友達がこう救わないっていうかはいはいはい、はい、なんか事件起こしてもあ、はい、あの明暗分ける場合はさ、うん、そうは言うけどあの人すごくいい人なんだよ、はいはい、優しいっていうことが出てくるよね、そうそうそう出てこないのはやっぱりなんだよ、ね、そう問題かなるほどそういうことかもしれないねフォローする人がいないっていうことはね、うんうん、そういう付き合ってる人間もいないのかもしれないです、そうかもしれないね、うん、でもあまりにもさなんか ルールなしだみたいなのがあると、うん、これ言うと自分が叩かれるから言わないみたいな人が出てきて、うん、で例えばこうあのアッコさんがあのなんだっけオリンピック選手とどみたいって言ったわけじゃないですか。北口さん、あの A さんはかわいそうだったわね。うん、W さんかしら。どっちがいい？そうそう。あんだけもう年配になってさ一人ぼっちでさ謝罪のコメントを生放送で放送でやった時、これはスタッフも止めるべきだったんじゃないかとか、少しまあ多分 W さんが自分で言いたかったんでしょ。ね自分の番組だからっていうことでやったのかもしれない。うん、ちょっとかわいそうに思った。なおかつあの前後を切り取っちゃってるんで、でもあの後にもう でもあんなみたいで可愛いよね、そう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 、可愛いね。でもまあ自分や友達や娘持ってる場合、娘のことをトドと言われるとやっぱりちょっとムカッとくるわよね。うん、まあ虫って言われてるけどね。私たちはいい虫可愛いもんね。私たちはいいよね。やっぱりね、うん、そういうだまあだけどあのやり方ではちょっと。ツッコミを周りにいた人がその場で言い過ぎですよなあそうそうそうなかったのそれがダメだあれもでもないないですねでもねないでしょだから1回過ぎてんのよダブルさんに対してあの時やっぱりそうかトドと言った瞬間に、うん、なに自分だってメスゴリラのくせにとか、うん、誰かが言えばねなければいけないだから謝るのは全員で謝るべきだよ、うん、そうその席にいた人たちはね、うん、全部ね、うんあれ一人だとかわいそうだった多すぎですよ最近だ私もでも W さんはもう長いから本当は面倒くさいそれで、うん、もういじめられたこともいっぱいあるから、うん、もうなるべく会いたくない、うん、だけれどもうあのパーティーとかなんかでお会いしたりすることあると、うん、本当にお年になった、はいはいそうですね、だからねもうついにね挨拶した、うんあそううん、元気ですかって人、うん、おー国子かって言って、うん、だからまあそういうもんだなと思って、まあ、まあ年取ってきたらね、うん、だんだん丸くなるしお互いね私もまあツンツンしてたんでしょうからそういうことがあったなと思って、はいはいはい、あの挨拶してよかったなって思ってる、うん、そういった意味でなんかこう昔そんなこんなで、うん、まあまあ毒結構入った方なんでそうするとほら嫌われるって言ったらおかしいですけど、うん、気に入らないとか思われる人もいたわけじゃないですかなんかねあの勝手に勘違いされたりとか自分はそうじゃなかったのになっていうのある、うん、あその中でこう和解するとかそういうのはあったあの歌手でね、うん、今あの1回ピアノの練習でボストンなんか行って戻ってきたけどかっこ悪い振られ方王さんね、うん、あの完全に分かるじゃんけどね、うん、大親友だったので、うん、2人でハワイ行ったり旅行行ったそれから甘らかせられテレビっていうの始まって、うん、最初の頃、まあ、王さんが全部音楽的なプロデュースしてくれてたんだけど、うん、その後に K さんが心配ないからね、うん、はいはい、大ヒットしたら、うん、王さん外されちゃったわけ、はい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 、ほら面白くないわよね、うん、で一時、うん、なんかすごく私のこと嫌いになったみたいになっちゃって、うん、私が別に外したわけじゃない曲の方がそっち曲がそういうことになっちゃって、うん、
それでねちょっとね寂しかった、なんかふんってやられてしばらく全然こうなったのだけど、うん、あの王さんもともととてもいい人なのね、うん、分かったみたいで、うん、もう全然和解した、うん、とっても仲良くなった、うん、またコンサート見に行ったりとか応援するんだからこの曲だからそう勘違いすることも多いじゃないですか、だから大橋さんもそうなんだけど、あの人がこんなこと言ってたよって言うと、うん、いや呼んでこいよっていうのないんですよ、うん、ああそうか、じゃあもういい相手にしねえからって言うとその人の言い訳が聞けない状態、これすごい乱暴なやり方だけど、大橋さんってやっぱそうなんね、まあ、つまりいろんな人とやってるから、武井さんはね知り合いがねなりたい人が多いから、そう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 、あんまり気にもしてないんだけど、実は会ってっていうのはないんで、実は武井さんもすごく恥ずかしがり屋なんだよね、そうそうそう、だからさ竹山がね、あ T がね、うんうん、毒舌の T がね、はいはい、あのギャ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 言う割にさ、うんうん、気にしやなの、はいはい、すんげえ気にしやすからね、一回なんかエレベーターで一緒になったんだって、うん、そう嬉しくなっちゃって、はぁって言ったら、あんちゃんのこと好きなんだよって言って、映画どうかななんていう話になったんだって、うん、ずっと待ってたのに何もない、うん、で、T さん、T さんが、ね、よくある話、なんだあれ、なんだよって言われただけでずっと待ってたって言うから、それは違うんだよって、うん、実はあの竹さんは、うん、あの竹さん竹さんあの話どうなりましたか、うん、竹さん竹さん会いたかったんですよって、うん、竹さん竹さんって言わないと、うん、そうそうそう、自分からは言わないんだよ、うんうん、よく知ってますね、そう、うん、確かにそうなんですよ、なんか気にしてんのかな、連絡がないからな、俺のことなんかああやって言ったけど嫌かなって思うタイプだから、ね、だからね、うん、T さんが言ってくればよかったんだよって言ったら、そうだったのかってそう、本当にそうなの、だから気がつかないでその離れちゃってる人がすごい多くて、ね、嫌われてるのかなって勘違いしてる人が世の中中にいっぱいいるんだけど、実は違うんだよね、うん、全然違う、そうなんだよ ね、だからさ、私なんかこんだけ分かってんのにさ、うん、気にしすぎちゃってさ、うん、だから離婚した時もっといけなかったんだよね、そうそうそう、あのそうだよ、同じね、あ同じあのお食事どころ使ってたわけよ、たまに会うことあったわけよ、そうそう、おー山田とか言って、うんうん、こっちで飲もうよとか言って手つないで、うん、こっちこっちとか言って、うん、私その時初めて手つないだ、うん、すんごい嬉しかったね、嬉しかったね、さあの足立区のさ、うん、そこらの子だったのにさ、うん、高いワインなんか飲むようになってるわけよ、うん、だから、うん、本当にすごい美味しいワインだったの、ごちそうになって、うん、はあ、すっごい嬉しかった、そういうことがあったのにさ、もっと詰めていけばよかったそうよ、あのねもう唯一ね気を使わない楽なあの異性だったと思う、うん、だから でも自分の中で好きだよ、でどの子のっていうだけでいかなかったから、うん、ちょっとねその手つないで行った時も実は私は彼氏といたわけ、ああそうなんだ、だからこっちに戻んなきゃいけない、そこでしょうがないね、それはね安な子ね、うん、それ今の旦那さん、それしょうがないわそれ今の旦那さんじゃないのなんだよそれは、よくそれでつけつけて私が行けよかったのみたいな、いやだからさ、もうだけどね、こうあの映画祭なんかでもご夫婦で歩かれてるところ見たらね、ああこれでよかったんだなってすごく思った、うん、ちゃんと手つないで歩いていたしね、うんうん、あのもうあのラブラブで手つないでたという意味もあるかもわかんないけど、うん、ほぼ介護だからね、うん、あのヨタヨタしちゃうから手つないでるから安心だから、まあまあよろけないからね、でもね姉さん背負い投げをもらった人はあなただけです、そう3回も、3回もそれすごいよ、背負い投げを受けた女性っていうのはなかなか、ね、下アスファルトでね、そうなんだよ、だからさ逆に言えばいろんなことがあって僕らも独立してからね、いろんなことあって僕らだけになったわけじゃないですか、その新しいさ、そのこのスタイルっていうかさ大変、あの全く竹下さんとは切れたわけ、切れてます、はあ。切れてて今唯一竹下さんと絡んで仕事やってんの、うちのかみさんがタックルやってるだけ、うん、であと軍団はまず、まあ、竹さんの特番も少なくなっちゃったんでなくなったんですけど、うん、軍団は絡みもないですね、うん、ないのでまあまあ全くばったり切ったっちゃ、まあ、切ったっていうかな、どうなんでしょう、切れてしまった、決めてしまった、切れてしまったっていう、こっちは切るつもりは全くなくて寂しいけどね、でもちょっとやってみせたらいいじゃない、うん、そしたら、うん、ああやってんだなと思って多分誇らしく思ってくれると思うよ、うん、そうかね、うん、もうその辺がねどっかで、うん、やっぱり僕ら神様みたいな存在だったわけで、そこら辺の芸能界の大先輩とわけが違うんで、そうするとこれ以上こう言っていいもんだかって、ここは我慢しようって、で言ったもんが勝つのよ、だ例えばうちの事務所に残ってるのは軍団残ってるけど、辞めてったやつもいっぱいいるのね、うん、まあ、例えば役者だったり寺島とかも辞めてるし、そういうやつらはそういう平気でこうそこにこうどん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 突っ込んでいくのよ、あの竹さんとかね、いやいやどうもどうもって言うけど、うん、僕らはそれができなくて、うん、向こうから声かかるまで待とうかっていうのがあったら声かかんないよ、そしたらそう、そういう性格だから、そしたらもう
この不義理に思ってんじゃないかなとかいろんなことこっちは勝手に考えちゃってでずうずうしくどうもご無沙汰ですってなかなか行けなくなってくるみたいなのは、まあ一回正月か誕生日か何かの時にもう勇気を持って一回だけは頑張ってやってますっていうことを言いに行ったらどう、うんうん、じゃあその次には一緒に、うん、なんで一緒に行くのよ、うん、やだぜひ一緒に行くのよ、うん、なんかどこか何か言ってたって手ちょっと繋いでもらって、うん、ねいいお願いお願いまた投げられるからあいやもうそれ見たいそれ見たいそれはそれで見たい、ね、姉さんに頼むしかないですもんね、うん、絶対にちゃんと見てると思うよだから気にはしてるんだから一、うん、回あの中間報告っていうかこんな風にやってますまあね、うん、だけでも、まあ、僕らの看護としてはもう全然例えばどんなっても武さんがトレーニングのたれてんだら絶対みんな行って助けようねっていうのは絶対思ってるので、うん、そこは変わらず、うんその気持ちはちゃんとありがたいと思ってるし、うん、感謝もしてるので頑張りどころだねそうそうそう、うんね、そうなんですよ、うん、ただ今事務所がやっとちょっとずつこう落ち着いてきてはいるんで、うん、ただまあ新しい人育てなきゃいけないっていう感じ で、うんねそうね、それが落ち着いてきたらどうでしょうっていう一番ベストはたけさんをなんか仕事でこっち側の仕事で呼ぶっていうのが一番ベストなんですすごい頑張りどころだねいやそうそうそうなんですだからフィクサーとしてちょっとうちのなんか困った時はいや私だけ何にもできないもんできるできるそんなにさなんか暗い話になっちゃったよ最後久しぶりに会うとさ話がいっぱいあるねあるね、うんうん、懐かしい話も含めて、うんでも姉さんだからできる話でしたよねそういう意味で、ね、いやそう他に、うん、いやそうだね、うん、まあとりあえずでもこれを機会にですね、はい、また何かあったらねもちろんこれこう部屋にいるだけじゃなくて表に飛び出して、うん、みんなでドライブ行きながら美味しいもの食べながら何か話をするとかね、全然いいです私あのコラボですから国チャンネルの方も見てもらわないと、うん、そうそうだからこれはねあの、うん、この模様はこの後また収録しますけど国チャンネルね、国チャンネルの方はちょっとこんなもんじゃないですよ、うん大変なことします大変なことするってのは何だろうちょっと、まあ、ケツの穴ぐらいまだ見せますけど、はい、何ですかこれはさあということで、はい、今回のコラボゲストは山田邦子さんでした、はい、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。